滋賀県立石山高等学校は滋賀県を内市国部に所在する公立の高等学校。滋賀県内では国倉科と略されることが多い。音楽科を設置する県内で唯一の高等学校である高木和げ、を基本精神としている。高校全入運動の下で滋賀県内でも高等学校の新設を望む声が高まり、1962年2月に 森山、能戸川、前原の3高校の設置が決定し、大津市では季節の学校の学級増加、分校設置で対応する方針を発表したが、その後、同年12月7日に大津市内にも高等学校が新設されることが決定した。当時は建設予定地として、滋賀県は石山地区、大津市は米軍 A キャンプ跡の位置に建設するよう主張したが、 1963年1月23日に新設校の名称が石山高等学校に決定し、石山国分町、ゼゼやけの町、南郷町の3カ所が上がる。その後、1月25日に滋賀県立石山高等学校開設事務所が設立され、2月26日に石山国分町の畑が山田市に建設されることが決定する。 1963年4月に、滋賀大学学芸学部の旧校舎を仮校舎として開校し、同年7月6日に新校舎の起校式が行われた。1964年度から石山国分町の校舎に移転した。移転後も校舎の建設工事が行われ、部活動は周辺の学校などを借用するなど校内では十分に活動できない状態だった。 1966年に体育館と三教室の増築が完了。1967年9月5日に校内道路の舗装が完了し、9月9日にプールが竣工した。1972年には従来市長各室に設置されていた図書室が図書館棟の完成に伴い移動した。1965年に県内の高等学校に 音楽科を設置する要望書が県教委に1966年に県立の高等学校に音楽科を新設する請願書が県議会に採択された。そして1967年12月26日に音楽科が石山高校に設置されることが決定され、1968年度から音楽科が新設された。音楽科の施設の整備が進められ、 1969年4月8日に小ーホールやレッスン室を備えた音楽家の胸が完成した。1993年に音楽ホールの水海越ホールが完成し、1月13日に完成式が行われた。施設の老朽化に伴い、2013年から耐震事業が進められ、生徒胸の改築やその他施設の耐震工事などが実施され、 2016年2月に、竣工した。同地は、高等学校が建設されるまでは、他があった。多くの生徒は、石山駅か石山寺駅から徒歩で通学する。校歌1964年度に、国語科と音楽科の教員によって校歌が作詞、作曲されている。1987年以降は就職する学生が10名以下になるなど、高卒後に就職する生徒は少ない。 一方で、大学や短大への進学者は8割を超える状況である。2004年度の石山高校の4年生大学、進学率は県内平均を14.2ポイント上回る58.4%となっており、これは滋賀県で3番目の高さである。総計で1000人以上が私立4年生大学に合格する年も見られる。生徒の自習名である学園祭として、石 毎祭がある。この名称になったのは1987年からである。体育祭と文化祭が合わせて行われ、縦割りで作られたチーム対抗形式で行う。文化祭では1年、展示2年、演劇3年、模擬展と学年ごとで活動内容が異なる。演奏会は音楽家定期演奏会や卒業生演奏会が実施される。前者は2004年度から、 立東芸術文化会館サキラで校舎は1993年度から敷地内の水海えホールで実施される。また、教育活動の一環として2006年度からコンサートとして国部からの贈り物が毎年実施される。国際交流を深めるという目的から交換留学生が医師、毎歳期間中に訪れる。以前はそれぞれ藩と呼ばれていたが、 2003年度からは、部に変更されている。AB、活動紹介県立石山高校音楽科創立50年、恵まれた環境、市が、毎日新聞。 https://mainichi.jp/ クラシックスラッシュアーティクルズ 20181110/ddl/k25/070/503000c2020 年2月7日閲覧。abc 滋賀県立石山高等学校50周年、記念市委員会2014。 P49 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会 2014P50 AB 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会 2014P51 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会 2014P52 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会2014 P53 ABC 滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P54 滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P59 滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P55 滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会2014 P56ABCD 音楽ホール完成祝う大津石山高卒業生の発演奏も中日新聞滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P100 石山高校耐震改修その他工事竣工しました西村建設株式会社2020年2月7日閲覧新設石山高校の敷地畑が 山大地に決まる土地の買収交渉も、順調環境裁量地格市議会了承。滋賀日日新聞。ABC、学校概要。滋賀県立石山高等学校。2020年2月3日閲覧。ABC が県立石山高等学校50周年。記念市委員会2014。P194。県立高等学校通学区域制度検討の。 論点2008年12月29日閲覧。滋賀県立石山高等学校50周年、記念審委員会2014、P195、滋賀県立石山高等学校50周年、記念審委員会2014、P74、滋賀県立石山高等学校50周年、記念審委員会2014、P116、滋賀県立石山高等学校50周年、 記念市委員会 2014P120 音楽科 Q&A 行事その他滋賀県立石山高等学校2020年2月3日閲覧滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P103 滋賀県立石山高等学校50周年記念市委員会 2014P105 滋賀県立石山高等学校50周年 記念審委員会 2014P75 音楽科 Q&A 施設設備滋賀県立石山高等学校2020年2月3日閲覧滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会 2014P76 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会2014 P86 滋賀県立石山高等学校50周年記念審委員会2014 P90 2011年11月16日産経新聞長官選抜21世紀枠候補校西山を推薦ありがとうございます